拝啓この手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう。15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。未来の自分に当てて書く手紙ならきっと素直に打ち明けられるだろう。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は誰の言葉を信じ歩けばいいの。一つしかないこの胸が何度もバラバラに割れて苦しい中で今を生きている。今を生きている。拝啓ありがとう。15のあなたに伝えたいことがあるのです。自分とは何でどこへ向かうべきか問い続ければ見えてくる。厳しいけれど明日の岸辺と夢の船を進め、今負けないで泣かないで消えてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいいの。大人の僕も傷ついて眠れない夜はあるけど、苦くて甘い今を生きている。人生の全てに意味があるから、恐れずにあなたの夢を育てて。ラン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  Keep on believing。ラン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  Keep on believing。 Keep on believing。 Keep on believing。 負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は誰の言葉を信じ歩けばいいの。負けないで泣かないで消えてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいいの。いつの時代も悲しみを避けては通れないけれど、笑顔を見せて今を生きてゆこう。拝啓この手紙読んでいるあなたが幸せなことを願います。最後までご視聴ありがとうございます。メロカッパです。森くんにはお伺いしますけども、はい、森くんは15の佐久間にどんな手紙を書いてくれますか。なんか書いてよ。
なんか書いて何も出てこない無言の白紙が届くのお前メロアップ初の本格ミュージックビデオをラスベガスで撮りたいという野望がありまして、それに向けてクラウドファンディングを昨日からスタートしました、はい、そしてなんと大変ありがたいことに開始から1時間半で目標の300万円達成しました。ありがとうございます。早かった。本当にありがとうございます。びっくりしたもんね。びっくりしたよ。本当にね、なんかなんていうの、皆さんの愛情というかそのお気持ちをねすごく感じたよね。ありがとうございます。なんか嬉しいよ本当に。こっちが頑張る番ですね。なんだよ本当に。もうねそんなありがたいもんです。本当にちょっと喜びをちょっと動きで、動きで表現してみて、せーの。大したことない感じしちゃうじゃん。その後もたくさん続々といただいておりまして、今507万6000円ですね。やばいね。181人の方からご支援いただいてます。皆さんの後押しを受けて最高のミュージックビデオを作りますので、はい、ぜひ楽しみにしててください、はい、よろしくお願いします、で引き続き、4月12日まで期限までは募集を続けますので、まだね考え中っていう方もたくさんいらっしゃると思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてストレッチゴールというシステムがキャンプファイヤーにありまして、目標を達成した後さらに目標金額を設定して、それを達成したらこんなこともしますっていう新しいプロジェクトに発展させることができるというのがあるので、それをちょっと検討します。現時点では何をしますとまだちょっとそこまで想定できてないの。まだまだ2日目なんで、ごめんね。これやりますって今言えたらすげえかっこいいんだけど、考えます。何がいいだろうね、分からんね。もう考え方としてはいろいろある気はするんだけど、せっかくだからこう皆さんがもっとわー来たって思ってもらえるような何かにしたいっすな。でたくさんねそのご支援とともにいろいろねメッセージいただいております。はい、青森から応援してます。おすごい、青森だって東北勢ね。お金と時間に余裕があればグランドキャニオンにも足を伸ばしてみてください。ほーってなります。だってだその大自然系はね行こうとは思ってるんですけど、なんかなんとかキャニオン何個かあるんだよね、わかんないけど、いろんなキャニオンがあるのよ。キャニオンって何、うん、キャニちゃう、うん、ラスベでキャニちゃう、ラスベでキャニちゃう。素敵なミュージックビデオ待ってます。はい、家族全員で応援しています。だっていいっすね、嬉しい。家族の共通の話題みたいになってくれるのすげえ嬉しいよね。はいはいはい、森くんマジ神いただいてますね。ありがとうございます。うむって言うんだよ、うむ。コメントするのは苦手なので、いつもひっそりと楽しませていただいております。これからも応援しています。ありがとうございます。ありがとうございます。これ気持ち超わかるんですけど、俺もめっちゃ好きで見てても、絶対コメントしない派なんですよ。ああ、わかる。コメントするもよし、コメントせずにずっと見るもよし。いろんな楽しみ方をしてほしいです。私は森くんと同い年の25歳です。お、小学校の先生になってもうすぐ4年目になりますが、辛いこともたくさんあって毎日ヘトヘトになりながら頑張っています。そんな時に帰りの車でお二人の歌声を聞くだけで元気いっぱいになって次の日も頑張ります。 お二人の歌声に出会えてとても幸せですと言っていただいてます。嬉しいですね。なんとありがたいことよ。同い年とかに応援してもらえるとね、え、ほんとだね。いやもうお互い頑張りましょう、ね。俺も同じ。いや一緒だろ。結構上は。バタバタ毎日を過ごしている中で、お二人の音楽が癒しと楽しみになり、長年やっていたピアノへの情熱を再び呼び起こさせてもらいました。いや嬉しい。いいね、これ嬉しいね。音楽っていいよね、やっぱね。音楽っていい、ね。音楽っていいんだよ。音楽っていいね。うん、そう、やろうピアノやろうよ。などなど、本当にこの他にもたくさんメッセージいただきました。はい、本当にありがとうございます。もう本当にね、もう嬉しい。こういうの 見るだけで超頑張れる。超元気になる。ということで、はい、撮影の方も、俺もね、準備進めております。引き続き、頑張りたいと思います。はい、日々の動画もね、頑張って面白いのをどんどん上げていきたいと思いますので、はい、楽しみにしていただければと思います。はい、はい、ということで、これからもぜひよろしくお願いいたします。今日も見てくれてありがとうございました。